来た。来た。来たぞ。来た。ヒレオだー。到着。じゃあ今回はここに、とあるアニメのキャラクターでも描いていきましょう。ヒレオくんと一緒にお絵かきしていくのでよろしくお願いします。よろしく。オッケー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 。じゃあ最初何描こうか。丸描きます。綺麗な丸できてるかな？はい。で、丸。で、丸。はい。ダメだ。うまく描けない。うまく描けない。なんだこれ。目描いてくれた。目を描いてくれたぞ。あ、口も描いてくれてる。ここわかるべ、もう。みんな多分わかると思う。ちょっと色がね、悪役の方に近いんですけど、わかりますか？ひれおくんがちょっと今、あれ、お邪魔なんですけど、お邪魔してるんですけど、できました。まあ、最初の問題でこれは簡単か。正解は、アンパンマン。じゃあ次の絵描いていきましょう。大丈夫か？くるくる回って大丈夫か？いきまーす。絵のセンスがね、もうこれ時点、この時点でまっすぐ引いてるつもりなのになんか、エッチになっちゃった、エッチに。あ、どうかこれ。頭っていうかまあ帽子なんですけど。なんだかおかしい、なんかおかしい、なんかおかしい。何かがおかしい。何かがおかしい。いや、大丈夫。みんなならわかってくれるはず。これわかるかな？これわかんのか？色関係ないですからね。緑っていう色は。目描くの得意だね、ヒレオ。目描いて終わった。目描いて終わったぞ。したらちょっと俺も描きたいものがあって。うわ、ちょっと太いな。これ大事なんだよ、これ。これね、これ大事なの。何かは言えない。答えに近づいちゃうから何かは言えないけど、これ大事。どうこれ。あ、ちゃんと胴体描いてる、ヒリオくんが胴体。あ、いい。当てて、これ。頑張って当ててほしい。何でしょうか。一体これは何でしょうか。難しいよ、スプラトゥーンで描くの。正解はワンピースから麦わらのルフィでした。ヒレオ、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 ヒレオ。来た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 。早いね、早いね、早いね。なんかずっと下向いてないか？俺のお尻見てんだけどなんか。やめてよ。ここまで全問正解の方、多分50人ぐらいいると思うんですけど、50人ぐらいいると思うんですけど、3個目のキャラクター描いていきたいと思います。じゃ、また、まず頭をね、描いていきましょう。まあ、頭っていうか、顔の輪郭かな。で、大事なのは、頭なんですよね。今回は頭がすごい大事で、こんな感じです。多分もう察した人もいるかもしれないんですけど、もう分かっちゃった方はね、分かっちゃったということでね、特になんもね、ご褒美はないんですけど。どうすかこれ。どうすかこれ一応輪郭とか顔になってて。あ、また目描いてくれた。また、ヒレオは目を描く係だ。なんだあれなんだこれ。もう目と口はどのキャラもでも一緒になっちゃうな。こんな感じで。
髪の毛を増やそう。はい、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 はい。はい、これヒゲじゃないよ。これヒゲじゃないからね。これ髪の毛だよ。髪の毛です。あ、ヒレオくんまた胴体描いてくれてるぞ。いいね。どう？どう？わかった？どう？これ。わかるかな？いや、結構出来はいいと思うんですけど。どうでしょうか？正解は、名探偵コナンから、蘭姉ちゃんでした。